待ちなさい。そんなにお菓子を持ってどこに行くつもりなの？お菓子は持ち込み禁止よ。絶対に渡さないさ。あら、私が大好きな妊婦さん。あ、いいこと考えた。絶対にお菓子を持ち込んでやるぞ。あれ、誰が寝てるんだ？じゃ、変身するから見てな。長い髪の毛とメイクと女の子の洋服でバッチリだ。すごくかわいいでしょ。ワンピースの下にリュックを隠したら準備バッチリさ。じゃあ行ってみるぞ。洋服を貸してくれてありがとうね。お医者さんが待ってるわよ。きっといいお母さんになるわね。あら、お腹を触っていい？ダメ、もうすぐ生まれちゃうの。あー、よかった。お医者さんはどこ？何かの間違いじゃない？イメチェンしたんだけどどう？ビービー、僕だよ。初めは看護師さんに通してもらえなかったんだけど、僕は頭がいいからお菓子を持ち込むことができたんだ。はい、私もいい？ちょっとだけ。もちろん、分けてあげるよ。ウィンクスは好きかな？ビービー、チップス食べる？早く退院できるようにたっぷり食べな。はい、待ちなさい。それは何？コーラ？募集するわよ。大変、誰かしら？重症みたいね。 TikTok を見すぎたんだよ。早く手術をしないと。まだ若いのにそんなことになっちゃって。誰それ？え？私のブライアン？どうしちゃったの？ブライアン、お菓子を持ってきてくれるんじゃなかったの？大変。騙された？僕は生きてるよ。さっきのは冗談。おかげさまでお菓子を持ってくることができたんだよね。みんなで一緒に食べよう。ジェーンも。はい、世界一最高な彼氏よ。みんなも協力してくれてありがとう。チュッパチャップス最高。全部フィービーのためさ。全部全部食べていいよ。よし、自撮りしよう。あ、よし、似合ってるね。これで問題なく通してもらえるはずさ。静かに、交代の時間だよ。少し休んできたらどうだい？ What? 同僚なんかいたっけ？まあいっか。お茶でも飲んでくるわ。あ、騙されたね。欲しい？いいよ。でもこれから起こることを誰にも話さないでくれよ。じゃあフィービーに持っていこう。おいしい。フィービー、またお菓子を食べてるのかな？お仕置きはもっとたくさんのお菓子を食べることだ。こんなに持ってきたよ。あ、ブライアン。はい、またお菓子を持ってきてくれたのね。やっと大好物を食べることができるわ。ブライアン、看護師？すぐに分かったわよ。ついていきなさい。あ、お菓子が。バイバイ。待って、捕まえてやるわ。顔は覚えたわよ。バイバイ。もう呆れたわ。頭が痛くなってきた。で、今回はどんなお菓子？没収よ。抵抗しても無駄だからね。やあ、ミア、今日はこんなに素敵な日なのに、なんでそんなに落ち込んでるんだい？お昼ご飯だから、何かあったら食堂まで来てね。お、白衣か、使えるね。お医者さんの制服は似合うかな？お、いいね。僕もお医者さんになればよかったな。これでフィービーのためのお菓子が持ち込めるね。じゃ、行くぞ。あ、先生、待って、すごく頭が痛いの。大丈夫だよ。え、薬？分かったよ、すぐにあげるから。チョコレートしかないんだけど、どうしよう。 M&M's とかどうかな？薬に似てる？意外にバレない可能性だってあるよね。ありがとう。え、 M&M's みたい。見てみないと。ちょっと待って、お菓子じゃないの。その中を見せなさい。逃げたわね。
条件は覚えてるよ。ミア、患者さんだ。インスリンショックになっちゃったんだよね。何これ、お菓子だよね。ちょっと待って、ほらやっぱりお菓子じゃないの。本当はお年寄りじゃないんでしょ。ほらね、早く逃げないと。どんなニュースがあるかな。あれ、誰これ、まさか大金持ちの石油王。いや、可愛い子ちゃん、新しい妻を探してるんだよね。ドバイ、トルコ、どこでもいいから早く行きたい。うまくいったぞ。気づかれないうちに通らないとな。いや、可愛い子ちゃんたち、新しい妻を探しに来たんだ。え、何してるの。面白いわね。こんなところで妻が見つかるわけないわよ。僕はブライアンだよ。またまたお菓子をたくさん持ってきたから早く食べな。最高な彼氏ね。どれも私が好きなものよ。ジェーン、何してるの。でも似合ってるわよ。面白い。どんどん食べましょう。フィービーが大好きなポテチを持ち込まないとだな。ちょうどいいことだって考えたぞ。パッケージを袖に入れて本物の手の振りをすればいいんだ。そして偽の手、バレないといいな。じゃ、骨が折れた振りをするぞ。痛いよ、骨が折れた。ほら見て、何も感じない。早くお医者さんに見てもらって。すごいリアクションだな。初めからこうすればよかった。僕の手が何も感じないよ。フィービーにお菓子を持ってくるために骨を折ったんだ。見て、あ、何してるんだここで。辛いよ。いや、嘘だ。手が、お菓子のために手を外したんだ。うまくいったな。フィービー、見てよ、大好きなチップスだよ。ほら出てきな。手が折れたふりをして持ち込んだんだ。看護師さんなんか気絶しちゃったんだよ。ほら食べな、ジェーンの分も残ってるね。キャッチして。あれ、なかなか入らないね。わかった、ちゃんと入れてあげる。本当に頼りになるわ。さあ、ベビーヨーダの絵を描く時間よ。了解、まずは頭を描こう。でも一番大切なのは目だからな。よし。あ、すごい、私も色塗りしていくわよ。ほら、見てる？あれ、もう時間なの？早くひっくり返さないと。お兄ちゃんのはすごいけど、私のも悪くないと思うわ。やっぱりお兄ちゃんの方が上手ね。ベビーヨーダも気に入ったみたいよ。さあ、優勝者の元へ行きなさい。やった、勝ったぞ。本当に来てくれたんだな。かわいいな、最高だぞ。見て、綺麗なお人形さんでしょ。素敵ね。気に入ってもらえたみたいでよかったわ。でもこれはケーキなのよ。ほら、レインボーになってるの。さあ、絵を描き始めなさい。シルエットはできたわ。今度は何を描こうかな。よし、僕の方が早いね。あと少しで色塗りが終わるんだ。え、ピンク？いいよ。助かった。さあ、時間よ。早くひっくり返しなさい。こそこそしてないで出来上がったものを見せるのよ。ちょっと、そんなのプリンセスじゃないでしょう。ダメよ。あら、似てるわね。よく頑張った。優勝おめでとう。やった、この大きなケーキが私のものなのよ。ダメ。あ、そう、いいこと考えた。ねえ、呼ばれてるよ。騙されたな。美味しいな、本当に最高だ。ちょっと、何してるの。そんなことならケーキを詰まらせなさい。
やってくれたわね。もう我慢の限界よ。人生とお別れしなさい。えい。おいしい？楽しかったわね。何ふざけてるの？早くこっちを見なさい。大きくておいしい熊組よ。あら、時計は？あったわ。はじめ。早く始めないと。いい感じだと思う。あとは赤で塗りつぶすだけ。え、手伝いたいの？いいよ。じゃあ私も。あら、うまくできたわね。よく頑張ったわ。時間が終わりそうだからひっくり返そう。1、2、3。はあ、素敵。何ができたのかしら。なんだか弱そうね。あら、そっちは強そうなクマさんね。優勝おめでとう。やった、ありがとう。食べてみたい？一緒に噛もうよ。わあ、おいしいな。もっともっと食べたい。二人とも起きなさい。次の景品よ。ふわふわしてるでしょ。気に入ったなら早く描きなさい。はじめ。最高なウサギを描いてやるからな。正しい色を選ばないと。私だって負けないからね。大切なのはアウトラインからはみ出ないこと。その中だったら別に混ぜてもいいのよ。なに？時間なの？わかったわ。じゃあひっくり返すわよ。あー、面白いね。私のは可愛くできたわ。勝つのはどっちかな。あら、恐ろしいわね。でもそっちは可愛くて本物みたいよ。よく頑張ったわね。ウサギをあげるわ。撫でてもいいよ。あら、私の毛糸を盗んだのは誰かしら。今度の景品は空飛ぶユニコーンよ。さあ始めなさい。そんなのたったの5秒で書いてあるさ。ほらね、あとは色を塗るだけだ。お、黄色を使うの？いいね。角と髪の毛に使おうっと。そして今度はピンク。いくぞ。完璧だ。気持ちいいわね。あら、時間よ。何ができたの？もうひっくり返してるのね。我慢できないから早く見せてちょうだい。あら、恐ろしいわね。その子は可愛いわ。ユニコーンだってすぐに分かったわ。これは優勝者即決よ。さあ飛んでいきなさい。こっちに飛んでくる。やった、キャッチしないと。イエーイ、可愛いわね。この鳥さんを見て。お友達になりたいなら早く始めなさい。準備ならできてるよ。ええ、生地。アングリーバードみたいになったぞ。誰よりも最高な絵を描いてやるから見てて。アウトラインはできた。眉毛と目が描けたら塗り始めようか。くちばしは黄色、目は白、残りは赤だ。簡単だな。そろそろ時間も終わるみたいだし、ひっくり返そうか。自分のがあるよ。おお、僕の方が上手にできたな。そんなに落ち込むなよ。あら、時間じゃないの。出来上がったものを見せてちょうだい。ちょっと、お題に似てないわよ。あら、よくできてるじゃない。名前の通り、怒ってる鳥ね。さあ、もらって。やった、見て、かわいいパンダでしょ。中にはお菓子が入ってるのよ。さ
さあ、始めて。じゃあ、見てろよ。パンダを描くときに大切なのは顔のパーツさ。今度は白で塗りつぶしていこう。パンダは白黒でよかったな。そろそろ時間よ。終わり。ちょっと、何ふざけてるの？早くひっくり返しなさい。早く早く。何ができたの？何も見えないわ。あら、怖い顔ね。私のパンダちゃんに似てないじゃないの。あら、そっちは似てるわね。よく頑張ったのが伝わるから景品ももらいなさい。やった、見て、お菓子がたくさんある。リュックだってすごくかわいいわ。どう、気に入った？臭いわね。緊張してるだけ。さあ、洗って洗って。あら、もうここにいたの？景品を用意したの。スポンジボブよ。砂時計をひっくり返したらスポンジボブの絵を描き始めなさい。じゃ、始めるね。ちょうどスポンジボブが欲しかったんだ。最高なパンケーキを描いてスポンジボブをゲットして体をきれいに洗うの。あと少しね。なんかいい感じ。私もそろそろ始めないと。私だっていい絵が描けるように頑張るわ。結構いい感じ。色が足りないわね。いくわよ。もっともっと。すごいでしょ。別世界ではすごいんじゃない。そろそろ終わりの時間よ。作品も見せなさい。あら、フィービー、全く頑張らなかったの？全然ダメよ。ジェーンは？あら、素敵。スポンジボブそっくりよ。あ、そう、臭いジェーンの方が必要だもん。景品ももらって。やった。私たちは仲良しよ。私はロボット。今度の景品はこの可愛いロボットよ。もらえるのは一人だけだから頑張って。私がゲットするわ。友達になって一緒にお散歩したり遊んだり学校に行ったりアニメを見たりするの。暴走しすぎでしょ。ロボットをもらうのはこの私。二人で何でもするんだ。ジェーンの絵は全然ダメね。プロを見習った方がいいわよ。ほら見て、あとは色を塗るだけで完成よ。こことここを整えたらほら。私の子供時代にはなかったおもちゃね。あら、時間よ。ジェーン、まあまあな出来よ。フィービーは？あら、上手。ロボットさん、フィービーの方へ向かいなさい。やった、私だけのロボットよ。私にかけたら私だってかけるからね。二人のために美味しいハンバーガーを作ったの。本当は私が食べたいけど、これは次の景品。上手に描けたら食べられるから頑張りなさい。じゃ、描き始めるわよ。ハンバーガーなんか簡単ね。カプソルを描いて色を塗れば十分なの。バンズはできたわ。今度は赤ね。あー、大変、台無しよ。フィービーったら、今回は私が勝つわよ。各層を別々に描いて焼き上がったら組み立てるんだ。こうやってね。お皿に移したら本物のハンバーガーを作っていくの。私はうまくできなかった。こんなの絶対に勝てないわ。ジェーン、ひどいじゃないの。それでも姉妹って言えるの？おいしそうね。あら、時間よ。作品を見せて。あら、フィービー、ジェーンはよく頑張ったわ。召し上がれ。やっと食べられるのね。お腹空いたよ。おいしい。フィービーには何も残ってないからね。ま、食べかすなら食べていいけど。私の真似をして。今度はこっち。あ、今度はココアを作ってあげたわよ。二人とも大好きなのは知ってるわ。ルールも覚えてるでしょ。飲めるのは一人だけ。さあ、始めなさい。絶対に私が優勝してみせるわ。最高なパンケーキを完成させてみせるの。
こんなに頑張ったことはないけど、おばあちゃんのココアのためなら頑張れるわ。はあ、かわいい。絶対に私が勝てるわね。あ、私も急がないと。ジェーンは勝てるって勘違いしてるみたいね。勝つのはミニオンの再放送を何度も見たこの私よ。あれ？寝ちゃったの？今のうちに頑張ろうっと。じゃ、ひっくり返すわよ。ジェーンの方はどう？見せてあげる。あれ？なんかおかしくなっちゃった。あら、もう時間みたいね。ジェーン？まあまあね。フィービーの作品は？あら、よく頑張ったわね。可愛いミニオンを描いたご褒美としてココアを飲んでいいわよ。おいしい。おばあちゃん、ありがとう。今度はジンジャーマンよ。あら、二人の景品だったことを忘れてたわ。どう？気に入った？それじゃあ砂時計をひっくり返すわね。絵を描きなさい。おいしそう。いいこと考えた。手を使わないでパンケーキを作ってみない？いいアイデアね。難しい。なんだか安定しない。まずはアウトラインね。もう描いてるの？私も急がないと。早く早く。あ、大変なことになっちゃった。フライパンも私も生地まみれよ。私はあと少しで完成させるわ。やっぱり手を使うことにしたんだ。ジェーンは上手ね。私もクッキー食べていい？さあね。でーだ。ベロを見せたわね。そんなことするなら一口もあげないわよ。じゃあ色塗りをして、今度はひっくり返すの。完璧。私の方は？ああ、最悪。ごめんね。あら、とてつもなく下手ね。ジェーンは？あら、本物のジンジャークッキーみたい。やった。私の腕に感謝しないとだわ。どんな味なのかな。おいしい。フィービー、食べていいわよ。おいしいわね。もっと食べたい。フィービー、やめて。あ、おばあちゃんが呼んでる。今度の景品よ。中にはチョコエッグが入ってるの。すごいでしょ。私は二人の好みを知ってるのよ。さあ、絵を描いて。私の才能を発揮させないとね。まずはアウトラインから描いていくわよ。ちょっと、誰が電気を消したの？怖い。フィービーのせいで絵が台無しよ。私も絵を描かないと。おばあちゃんに気に入ってもらえるような絵にしないとね。絶対に褒めてもらうわよ。ジェーン、準備はいい？ひっくり返すわよ。どんな仕上がりになったかな。あー、すごい。おばあちゃん、見て。どれどれ。ジェーンの絵はシンプルすぎるわね。フィービー、素晴らしいじゃないの。キンダーがもらえるのはフィービーよ。本当？やっと勝てたわ。こっちへおいで。早く食べてみようっと。ジェーン、どう？おいしい。おもちゃは何かな。あ、かわいい動物さんね。宇宙飛行士もいる。二人とも、やっとこっちを向いたわね。今度の景品は、このワンちゃん。かわいい。欲しい欲しい。目が離せないぐらいかっこいいんだもの。ジェーン、なんてことしてくれたの？別にいいわ。私の勝てるチャンスが上がったってことだもん。名前はどうしようかな。ボビー？リチャードが似合うと思うわ。かっこいいでしょ？あら、もう時間なのね。パンケーキをひっくり返す時間よ。ジェーン、ダメね。フィービー？あら、完璧。優勝者はもちろんフィービーよ。おめでとう。やった。ずっと前から買いたかったんだよね。